路線全体の航空写真。国土交通省国土画像情報をもとに作成。武蔵国府や渡具の山道を横切る。見える鳥居は京王が寄進したもの。京馬上線は東府中駅と府中京馬正門前駅を結ぶ京王電鉄の鉄道路線。全線が東京都府中市内を走行する。駅ナンバリングで使われる路線記号はこ。 通常運行が行われている伏線の鉄道の中では路線距離が 0.9km と非常に短い。路線名の通り、東京競馬場へのアクセスを目的として付設された路線で、東府中駅付近を除く路線のほとんどが府中市八幡田町内にあり、途中で武蔵区に府八幡宮の山道を横切っている。平日と土休日、さらに東京競馬開催で大きくダイヤ。 運用車両、乗務体系が異なるのが当路線の特徴である。通常は、東府中駅府中競馬正門前駅間を往復する列車が1時間あたり、平日朝ら主時4から6本、日中、夜間3本で運行される。終電は、下りは、東府中駅平日21時54分発、土休日22時2分発、上りは、 府中京馬製門前駅平日22時2分発と休日22時8分発で京王の路線では最も早い。平日は車掌が乗務しないワンマン運転が行われる。運賃集上車内で行わない都市型ワンマンである。9号車と10号車で構成される2両編成のワンマン改造車が使用される。始発と終電の前後数本と、 競馬乗船向けワンマン改造車の運用の都合がつかず、8両編成で代走される場合は、車掌も乗務する。過去の車両を主に関山時線内を理解し列車に用いられた車両について記述する。これ以外にも、当選開業以来、京王線系統に在籍したほとんどの形式が運用されたと考えられる。路線柄、東京競馬開催時や場外発売時には、増発。 臨時停車が行われる。場外販売開催時は9時台から18時台半ばまで6本、自衛増発。下りの特急と準特急が9時台から15時台、上りが15時台から17時台まで、東府中駅に臨時停車して、当線と接続をとっている。東京競馬開催時は、さらに9時台と15時から17時台が増発され、 臨時準特急京王線新宿行き3本と臨時急行新線新宿行き2本が合わせて、府中競馬正門前発15時59分から17時19分までの20分間隔で運転される。この臨時準特急には5 0 0系重量編成が、臨時急行の1本目には重量固定編成が、臨時急行の2本目には8両固定編成がそれぞれ重当される。なお、 臨時京王線直通列車は2018年2月まではすべて臨時休行となっていた。また、東府中域の列車は東府中駅で臨時停車の特急、準特急、または確定に接続する。2018年2月までは15から17時台は増発運用の8両編成車両が10分で往復していた。もう一方の8両編成車両は 東府中行き列車は、東府中駅4番線に到着し、日田急東府中間を階層で往復し、東府中から府中競馬正門前行きとなっていた。さらに、東京優秀日や天皇賞、ジャパンカップ開催時は、特に来場者が増えるため、前期の他に、日田急行きの臨時急行が運転され、終点で、確定新宿行きに接続する。この急行日田急行きは、 2016年東京優秀、開催時までは5本であったが、2016年天皇賞開催時からは6本運行されている。そして再び、2017年東京優秀、開催時からは5本の運行となった。その代わりに、船内折り返しの各駅停車が増発された。2018年東京優秀開催時には急行、日田急域は運行されていない。なお、 場外発売でも特に来場者が多い有馬記念の開催日は東京競馬開催時と同様の扱いとなっている。1999年改定までは新宿行きの確定が朝のラッシュ時に運転された。2001年3月27日改定までは京王線新宿方面からの下り直通急行列車も臨時列車として設定されていた。また、 1992年5月28日改定以前は、東京競馬開催日には、臨時の上り特急列車も運転されていた。2010年2011年2012年の日本、ダービー、メグロ記念開催時は、臨時各駅停車日田急行きが6本運行された。また、臨時急行新宿行きも10分間隔に増発された。府中市は、府中ロケーションサービス。 また京王線も同様のフィルムコミッションを行っており、撮影が頻繁に行われている。終点の府中競馬正門前駅は平日の利用客が他駅に比べて少ないこと、及び東京競馬開催時の混雑に対応するためにホームが広いことからテレビ CM や音楽のプロモーションビデオなどのロケーション撮影によく利用されている。同様の理由により映画や テレビドラマでの電車内でのシーンの撮影もこの路線内で行われることが多い。ありがとうございます。